フレドリック・アドルフと二人の兄、グスタフ三世とカール十三世、1771年、アレクサンダー・ロスリンがフレドリック・アドルフは、スウェーデンを、アドルフ・フレドリックとその日で、プロイセンをフリードリヒ・ニセイの妹ルイーゼ・ウルリケの間の三男、末息子。エステル・イエト・ランド公の儀礼称号で呼ばれた。 フレドリク・アドルフは病弱で頑固な子供で受けた教育も十分とは言えなかった。彼はヨーロッパで最も美しい王子と歌われ、母親ロビーサ・サウルリカに溺愛され、甘やかされて繊細で受動的な性格に成長した。妹のソフィア・アルベルティーナとは非常に仲が良かった。12歳の時に大佐の地位を、18歳の時には少々の地位を与えられている。 1772年、フレドリックは、長兄グスタフ三世によるクーデタに参加し、兄王から、エステル・イエートランド公の称号を与えられたものの、すぐに、グスタフ三世の政敵の一人となった。1778年に生まれた、グスタフ三世の長男グスタフ・アドルフ王太子が、王の実施かどうか疑われた時も、母の味方をして、王太子の出生を疑う側に回った。 時系カール13世の妻兵とビヒエリーザベトシャルロッテは、規定のフレドリク・アドルフについて、印象的な目を持ち、非常に目麗しく、穏やかな性格だと描写している。また、公的な装いをしているときは、美貌が引き立つが、私生活での私服の趣味は悪い、ともしている。そして、フレドリクが女たちとの常時にばかりいそしまず、もっと男性と一緒に過ごすようにすれば、 彼の思わせぶりな口調や軽口も強制され、宮廷での地位も高まるだろう、と推察している。フレドリク・アドルフは、儀礼的な職務以外に、何の政治的役割も与えられず、莫大な浪費や、女優のエウフロシー・ネレフラ大勢の女たちとの上司に、吹ける暮らしを送った。ただし、1788年から1790年に、かけてのロシア・スウェーデン戦争には参加している。 フレドリク・アドルフは、生涯独身で、儀式などでは、妹のソフィア・アルベルティーナが妻代わりを務めた。フレドリクは何度か結婚しようとしたものの、いずれも実現しなかった。彼が最初に求婚したのは、フランス王妃、マリー・アントワネットの愛人ハンス・アクセル・フォン・フェルセン、白尺の重視で、社交界の花形だった、ウーラ・フォン・ヘプケン・男ン夫人だった。しかし、ヘプケン・ダン夫人は、 既婚者であり、周囲は彼女のことを忘れさせるため、1770年にフレドリクをフランスへ送った。1774年、フレドリクは今度はヘップ剣男爵夫人の10枚で、フェルセンの妹である、ソフィー・フォンフェルセン伯爵夫人に求婚した。ソフィーと父親のフレドリック・アクセル・フォンフェルセン伯爵は、王子の兄グスタッフ三世王やロビー・サウジュリカ、 大体号の失調を被むることを恐れ、また、ソフィー自身が、すでに婚約済みだったこともあって、旧婚を断った。1776年、フレドリク・アドルフは今度はイタリアに送られ、ソフィーが結婚するまで同国に滞在した。1778年から1795年に、かけ、フレドリク・アドルフは、バレエダンサーのソフィー・ハーグマンと恋愛関係にあり、二人の関係は、 宮廷でも、好意的に受け取られ、二人の間には、ソフィア・フレドリカという娘も生まれた。1780年、フレドリックは、ハーグマンとの交際を一時的に経った際、貴族女性のマルガレータ・ソフィア・ブランゲルと婚約した。兄をグスタフ三世は弟に、結婚の許可を与えたが、弟の気はすぐ変わるだろうと予測し、結婚を一年間待つようにと命じた。果たして、 ブランゲルがスコーネ地方で1年間を待っている間に、フレドリックはハーグマンと寄りを戻していた。ハーグマンとの関係が終わった後、フレドリック・アドルフは1797年にイギリス王女オーガスタ・ソフィアにプロポーズし、1801年にはクールラント公爵未亡人、ドロテア・フォン・ウェデムにも求婚したが、いずれも断られた。フレドリックは1800年には健康上の理由から、 スウェーデンを出国してドイツ、ついでフランスに移った。そして1803年、モンペリエで死去した。ありがとうございます。